センターは柳原さんです。柳原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。鹿児島県内の高速道路の車の流れは順調です。一般道路の状況です。姶良市の県道42号線が事故のため片側の交互通行になっています。県道42号仙台上地線は姶良市鴨町北状況です。国道3号線の中心部に向かう車は新館橋を先頭に2キロ半の渋滞です。以上お伝えしました。ありがとうございました。交通情報センター柳原さんでした。続いて海の便の情報です。熱帯低気圧の接近に伴う風のため海の便に乱れが出ています。